派手な短歌切るだけあってなかなかやるな。おめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が利かなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。Let's go.